はい、というわけで、ジョーサーチャンネル&クルーニー TV スピリット祭り動画告知になってまいります。今回は、4月の、ね、後半で、スピリット祭りというわけで、皆さんもテンションを上げていく感じでいかないといけません。上げ上げ寒いですね、今日ね。上がってますか、ね、さっきね、うん、いっぱい笑ったんで、まあ、一応ね、イベントはスピリット祭りといって、動画の中で皆さんのテンションを上げていこうという、話で開催しておりまして、うん、まあ中にはね、オカルトやねスピリチュアルなことを言ってる方もいますんで、まあ、その辺をね、私たちもクルーズ TV に含めて、触れていきたいと思いますよね、まあ主に結構ね、まあ、いろいろなつながりや出会いがね、結構クルーズ TV にもありますのでね、たくさんの方が出演してますよね。クルーズ TV は何人ぐらい出演してるか知ってますか？何人なんですかね。1000万人。1000万人。で も, もうでも100は超えて、まあ、100人ぐらい、すごい。ちょっと常駐で役者さんやタレントさんやね、モデルさんやさまざまな方がね、一回僕の会はなんかグローバルになりましたけどね、外国の方がたくさん集まって、あれが面白かったですけどね、まあ、今回はどういう方なんですかね、なんか成田翔さん。私は女優です。はい、はい、でもいろいろやってるので。あれですね、そうですね。そうなっちゃいますね。そうですね、はい、バレッジタレントになっちゃいます。はい、まあ、僕も結構役者やってるのにね、プロデューサーですから。そうですね、なんかもうそんなね、マルチタレントになっちゃいますね。確かに。そして、エレンさんどうですか。私も結構マルチタレントですかね。はい、どうなってますか。何やってますか。なんか YouTuber とかライバーとか、はい、あと、ライブとかも挑戦しますし、はい、そうですね、はい、結構そういうところね、分け前で発言するんです。誰がですか。そしてリサキングさんどうですか。私もいろんなことをやってますね。めっちゃ大型ですね。例えば、撮影会モデルとか、この間はメイドリーミーさんのゲストをデビューしてました。ああ、そうなんですね。まあ、結構今回は、スピリット祭りではね、この大型が勢ぞろいで、清楚系と言ってる渚潮さんも含めて、はい、A 型と O 型のトークをしつつ、はい、血液型トークもしつつ、はい、スピリット上がるような皆さんにね、タレントの皆さんと一緒にね盛り上げていけるトークをしますので、ジョースターチャンネルクルーズ TV コラボぜひぜひ。そして、東京怪物大作戦の方もね、4月29日に、イベントありますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、というわけで、ね、告知編になりましたが、本編スピリット祭りは、4月24日、はい、そうですね、4月24日に放送になりますので、はい、でよろしくお願いします。お願いします。一応まだ予定なんですが、よろしくお願いします。予定なんですね。はい、はい、以上ですか。以上です。